電子辞書。電子辞書とは CD r o m やフラッシュメモリなどの記憶媒体やネットワーク上に保存されている辞書、辞典の内容を記録したデータをコンピュータや携帯端末によって読み出し、検索、表示、再生する電子機器、またはソフトウェアの総称。電子辞書という語が指し示す範囲は後半にわたる。具体的には、 専用の液晶画面とキーボードを搭載した、携帯型の電子辞書専用機、IC 電子辞書、インターネット上の辞書検索サイトに代表される、オンライン辞書、パソコンやスマートフォンタブレットなどの汎用 OS を搭載した、コンピュータにインストールして利用する辞書アプリ、パソコンなどの光ディスクドライブで読み込んで利用する、CD-ROM 辞書、DVD-ROM 辞書、電子書籍端末に付属する、 辞書機能などがある。さらに、かな漢字変換システムに組み込まれた語義表示機能などもこれに含められうる。日本で一般に、電子辞書といえば、最初に挙げた携帯型の電子辞書専用機、競技の電子辞書を指す。一方、欧米では、電子辞書といえば、CD ロムや DVD ロムの辞書を指すことが一般的であるとされる。 紙媒体では表現することが不可能だった音声や動画などのデータも収録、再生できる辞書、辞典のマルチメディア化が電子辞書の一つの特色と言える。紙の辞書と比較した場合の電子辞書の長所としては、などがある。反対に短所としては、などがある。市販されている電子辞書、百科辞典ソフトウェアはあまたあるが、 電子化された辞書データのファイル形式やディレクトリ構造など、そのフォーマット、形式や規格については、複数のメーカーが共同で策定した共通規格、e b や EPWIN などのほか、メーカーごとの独自規格で作成されたソフトウェア製品も相当数存在する。主な電子辞書ソフトウェアのファイルフォーマットには、などがある。電子ブックを除けば、多くが、 マイクロソフト、ウィンドウズなどのパソコン向けの企画である。また、企画が策定されていても、その仕様が非公開となる場合も少なくない。これは、著作権保護の観点の他に、ベンダーロックインを狙ったものであるとも考えられる。開発時の歴史的背景としては、まず1980年、昭和55年にソニーとフィリップスが共同で策定した企画、CDDA。 音楽 CD 用に開発された記憶媒体であるコンパクトディスク CD をコンピュータの外部記憶媒体として利用する CD-ROM の使用イエローブックが1983年昭和58年に提案されたことがあった CD-ROM は1枚あたりの容量が1 6 0 0イトという当時としては非常に大きな記憶容量を持ち音楽 CD と同じ生産ラインが使えるために 安価に量産が可能であるという二つの利点があった。さらに、致命的な欠点とされていた、書き換え不可能という特性を逆に利用して、データ集や出版物、それも大きな記憶容量を十分に活かせる辞書や百科辞典の記憶媒体として期待されていた。そして、1985年、昭和60年に、日本で最初の CD ロム辞書、 最新科学技術用語辞典がサおさむム社から発売された。その翌年の1986年、昭和61年に当時の富士通のワープロ専用機、オシス向けの工事園第3版 CD ロム版の試作が発表され、翌々年の1987年、昭和62年に発売された。この工事園第3版 CD ロム版は、富士通、ソニー、岩波書店、 大日本印刷により共同開発され、ウィング規約と呼ばれたその辞書形式は他社にも無料で提供された。その結果、1988年、昭和63年の三聖堂、モハンロッポ昭和62年版 CD ロム版と、自由国民社、現代用語の基礎知識 CD ロム版の発売に、続いて、多くの辞書がこの形式で制作され、発売された。その後、 ウィング規約は、エップウィンと名称を変え、出版社、印刷会社、ソフトウェアメーカー、ハードウェアメーカーが集まって1991年、平成3年に設立された団体、エップウィンコンソーシアムによる普及活動もあって、エップウィンは日本のパソコンで動作する電子辞書形式のデファクトスタンダードとなり、ついに1997年、平成9年には、 日本語電子出版検索データ構造 JISX4081 という名称で JIS 格化された。エップウィン形式の電子辞書は2012年平成24年10月30日をもって販売を終了し、以降は後継規格であるワンスウィンに移行している。ウィング規約から派生したもう一つの電子辞書フォーマットにソニー独自の電子ブック e b がある。 富士通主導でエップウィンコンソーシアムが設立されたのと同じ年にソニーが中心となって同様の団体である電子ブックコミッティが組織され電子ブックの普及活動が展開された電子ブックは通常の CD-ROM とは違い8センチメートル CD-ROM をキャディと呼ばれるケースに入れて専用のハードウェア電子ブックプレイヤーで利用する携帯を取る 最初の電子ブックプレイヤーは1990年、平成2年にソニーから発売されたダタディセモン DD-1 で、後に産業電機、松下電機産業からもプレイヤーが発売された。当初はキャディを取り外した状態の CD ロムを直接パソコンなどで利用することは禁止されていたが、1994年、平成6年に解禁され、フリーウェアの辞書検索ソフト、 電子ブックビューアーの登場も手伝って、パソコン用の電子辞書としても普及した。電子ブックプレイヤーの販売は2000年、平成12年に終了した。以上述べたように、日本の CD ロム辞書の標準形式は、エップウィンと電子ブックであったが、そのどちらでもない独自企画の CD ロム辞書も、各社から開発、販売された。中でも代表的なのは、平凡社の 世界大百科事典、1992年、マイクロソフト社のマイクロソフトブックシェルフ、1997年、小学館のスーパーニッポニカ、1998年である。また、音声や画像を含む電子百科事典などでは、データ量の増大に伴い、より記憶容量の大きな DVD ロムや USB メモリを記録、ハンプ媒体とするものも登場した。 2010年現在では、これら外部記憶媒体から直接データを読み出すのではなく、機器に内蔵された記憶装置にインストールして使うことが主流であるため、実際の利用形態の点では、講述する辞書アプリとの区別は曖昧になりつつある。CD ロム辞書の発売に前後して、電子辞書の記憶媒体は、CD ロムから IC メモリに移行していき、記憶媒体と検索。 表示装置が一体となった IC 電子辞書が登場する。日本国内市場では、シャープが1979年、昭和54年11月に発売したポケット電薬機 IQ-3000 が最初で当時としてはかなり高価な39,800円だった。これは、孫正義が学生時代に発明した自動翻訳機が元になっているとも言われる。 IQ-3000 は、A は約2800語、前 A 約5000語を収録していたが、技術的には電卓技術を応用したもので、その16桁一行のモノクロ液晶画面に表示できたのはアルファベットとカタカナのみだった。内容も辞書というより単語集のようなものであり、単語帳機能付き電卓とでも呼ぶべき製品だった。当時は IC メモリと 液晶ディスプレイの製造コストが高かったために安価な商用量の搭載メモリと小型の液晶画面が採用されたことで辞書の収録語数は頭打ちになり液晶画面の表示能力にも限界があった。1980年代に入ると1980年昭和55年4月にキャノンが電子 A 単語 LA-1000A1325 と 日本語約二千百八十号収録を発売、1981年、昭和56年10月には歌詞を計算機も、電子英和辞典、TR-2000、A、単語、熟語、百二千語収録を発売し、市場に参入した。しかし、一冊の辞書を完全収録するには、IC メモリの大容量化と低価格化を待たなければ、ならなかった。 1980年代後半には、1987年、昭和62年3月に、三洋電機が日本語を漢字化なまじりで表示できる IC 辞書、電磁林 PD-1、A は約3万5千号、収録を発売。同年7月には、成功電子工業が、カード A は DF-310、A は約6千号と、約5001万2千号、収録を発売して、 電子辞書市場に参入した。この頃には収録後数だけは紙の辞書と同程度を、数万語単位にまで追いついたが依然として単語帳の意を出ないままだった。CD-ROM 辞書の開発から派生した携帯型の電子辞書としてソニーから電子ブックプレイヤーのデータディスクマホン DD-1 が1990年平成2年7月に発売された詳細は CD ロム辞書参照。そして、日本で最初の本格的な IC 電子辞書は、研究者と成功電子工業が1992年、平成4年に1月に発売した IC 辞書 TR-700 で、研究者の新英は和英中辞典の2冊の文字情報をすべて収録し、フルコンテンツ辞書と呼ばれた。これ以降、電子辞書の主流は、 IC 電子辞書へと移り、その IC 辞書も主に使い勝手や、形状の差から、フルコンテンツ型の本格派電子辞書と、スタンダード型と呼ばれる安価な簡易型電子辞書に、極化してゆく。IC メモリと液晶ディスプレイの低価格化が進み、大型の液晶画面と複数の辞書を収録した、フルコンテンツ型の電子辞書が登場し、日本国内の IC 電子辞書市場が大きく、 成長し始めた。また、ソニーの DD-IC シリーズのような、名詞ケース並みの大きさのフルコンテンツ辞書も登場した。電子辞書の需要が増し、買い求める客層も拡大したが、この頃の電子辞書市場で主流を占めていたのは安価な、スタンダード型だった。半導体価格の下落が加速したことと、電子飾りの辞書データが、出版社から提供されることも増えたことから、一台に、 多くの辞書データを収録することが可能となり、何冊もの辞書を収録した製品が登場した。以後、各社は競って収録辞書数を増やしていくようになる。また、高校生から高齢者、女性まで電子辞書の利用者層が多様化していくのに応じて、それぞれの購買層に合わせた製品開発が行われるようになった。これによって、様々なフルコンテンツ型の電子辞書が、 発売されるようになり、電子辞書市場はますます拡大した。それとともに、市場の主流も、スタンダード型から、フルコンテンツ型へと移行していった。他社製品と差別化を図るため、各社とも特色ある機能を持たせた製品が、開発されるようになる。具体的には、音声発音機能、拡張メモリーカードによるコンテンツの追加機能、カラー液晶の搭載、 業界発は2002年発売のシャープ、PWC5000、手書き入力システムの採用などである。収録されるコンテンツも、専門辞書、大型辞書、各国語辞書、百科辞典などの辞書、辞典にとどまらず、学習書や趣味、実用書なども盛んに収録された。また、日本国内だけでなく、海外市場を見据えた、製品開発も見られるようになった一方で、 スタンダード型の市場は衰退していった。2006年、平成18年頃から2010年、平成22年頃にかけては、モノクロ液晶からカラー液晶に移る過渡期だったと考えられる。その他、液晶ディスプレイの高成再化、手書き入力パッドやタッチパネル液晶の導入、多言語発音機能とテキスト読み上げ、TTS 機能の搭載、動画コンテンツの収録、 英語学習支援機能の搭載、ワンセグ機能の搭載など多彩な特色を持つ製品が次々に開発された。しかしながら、スマートフォンの登場と辞書アプリの普及及びインターネットの無料実証サイトの台頭などにより、2008年、平成20年以降は販売台数が右肩下がりである。一方で、そのような苦境にあっても、高校生、 大学生向けの学習用電子辞書の需要は健在なようである。現状では専用の小型筐体にクワーティ配列の物理キーボードと液晶ディスプレイを搭載し、本体に内蔵されたロムに辞書データを収録した携帯型の IC 電子辞書、電子辞書専用機が主流である。2017年現在は辞書コンテンツを200冊収録した製品もあり、 文字情報だけでなく、音声、写真、図表などのデータを収録したものも一般的になっている。画面は、廉価版モデルや、発売年が古いものでは、モノクロ液晶のものも見られるが、バックライト付きのカラー液晶を搭載したモデルが主流であり、タッチパネル上にタッチペンで手書き入力が可能な機種も少なくない。イヤホンやスピーカーからあらかじめ収録された、 外国語のネイティブ音声が聞けるものや、音声合成によるテキスト読み上げ機能、TTS を搭載した機種もある。専用のメモリーカードスロットやラ m を搭載した機種は、別売りの追加データカードなどを使用して、辞書コンテンツの入れ替えや追加が可能である。電源方式には、乾電池式、充電池式、USB 給電式などがある。ソニーは、 市場シェアの低迷や競争力の低下に伴い、2006年、平成18年に、電子辞書事業から撤退した。成功イ,インスツル SII も、2015年、平成27年3月末に、電子辞書事業から一旦撤退したが、2016年、平成28年4月に、iOS 向けの辞書アプリ市場、App Store に参入したことを発表した。また、 2017年現在、キャノンは電子辞書の販売を続けているが、2013年、平成25年以降は新製品の発表がない。2017年における日本の有力家電量販店の販売実績をもとに、算定されたメーカー別数量シェアは以下の通り、日本における電子辞書市場は河川市場の一つである。日本市場の IC 辞書は、 出荷台数と出荷額が共に2007年、平成19年の281万台、463億円をピークに下がり続けており、2017年、平成29年には最盛期の半分以下、101万台、177億円となっている。市場規模が縮小した背景には、少子化やスマートフォンの普及と自称アプリの充実があると考えられている。 成熟した日本の IC 電子辞書市場は今後も一定の需要が見込まれている小、中、高校生向け端末の開発にシフトしつつある。日本国外の主な電子辞書メーカーを以下に挙げる。日本勢の海外展開としてはカシオ計算機が中国、韓国、アメリカ合衆国、ドイツ、フランスなど、シャープがイギリス、イタリア、ドイツ、中国、 韓国など、成功イ,インスツル、SII 外国では、成功ブランド、米国では、フランクリンブランドで、それぞれ製品を販売している。インターネット上のサーバなどに格納された辞書データに、対して、スマートフォンやタブレット端末、PC などから、ウェブブラウザ経由でアクセスして閲覧するシステムが、代表的である。オンライン辞書サイトには、無料版と有料版とがある。 有料版の携帯としては、フルコンテンツ版に対して利用料を課す代わりに、利用制限のある版を無料で公開している例や、オンライン版のアクセス権を付与したキーを、紙媒体の辞書の付録として反付している例などがある。オンライン版のアクセスキーを付録としている例には、ロングマン現代 AA 時点6定番が挙げられる。1999年、平成11年2月22日に、 NTT ドコモが i モードのサービスを開始すると携帯電話で IP 接続が可能になった。この i モードの公式サイトにて三省堂が月額50円の利用料で国語辞典、大辞林など3点を提供し始めたのを筆頭に会員制の携帯辞書サイトという新しい市場が生まれた。二千一年、平成十三年、ワールドワイドウェブ上では三月に三省堂の ウェブディクショナリー、有料会員制が4月に小学館グループネットアドバンスのジャパンナレッジ同年6月に有料化が5月にユーザー参加型のフリー百科辞典ウィキペディア日本語版がそれぞれサービスを開始したポータルサイトが運営する無料辞書検索サイトの先駆けとしては合辞書1999年8月開設とヤフー辞書 2000年7月開設があり、多くの日本語ポータルサイトがそれらに続いた。インターネットで提供される有料実証サービスの多くは、無料のオンライン辞書、辞典の台頭で苦戦しているが、そのうち、ジャパンナレッジは B2 バイト市場の開拓に成功し、安定した運営を続けている。朝日新聞社と複数の出版社が集まって、開設した言とばんは、検索連動型広告。 キーワード広告を収益源とする運営システムを採用し、消費者向けの無料辞書サービスを実現している。スマートフォンやタブレット端末、PC などにアプリアプリの形でインストールして利用する電子辞書が辞書アプリである。辞書アプリは辞書データの格納場所の際により、完全な辞書データを含んだアプリをダウンロードして利用するオフライン型アプリ、検索、 閲覧用 UI のみをクライアント、アプリ側で提供した上でインターネットに接続してサーバーに格納された辞書データを参照するオンライン型アプリ。最低限のこの定義データのみをクライアント機器に保存し、音声などの付加的なデータはインターネット上のサーバーから取得する複合型アプリの3種類に対別される。辞書の紙媒体の出版社が、 直々に辞書アプリを提供する例や辞書アプリの開発を専門とする会社が複数の辞書データを統合してサービスを提供する例など実際のサービスの形態は様々である。2008年、平成20年に iPhone が日本で発売開始されて以来スマートフォンが普及するにつれ電子辞書の使用形態も会員制の辞書検索サイトから辞書アプリへと変化していった。 携帯性に優れるスマートフォンやタブレット端末は通信機能を持つためオンライン型アプリであっても電波の届く圏内にいる限りはどこでも辞書を利用できる利便性の良さから広く使用されるようになった iOS 端末と Android 端末用の辞書アプリでは広告付きの無料のものから5000円以上の高級なものまで多様な辞書アプリが開発提供されている PC 用の辞書アプリは CD-ROM や DVD-ROM 経由で、または Microsoft Store トト、Windows や Mac App Store、MacOS などのオンラインのアプリストアからダウンロードして PC に内蔵された記憶媒体 HDD や SSD に辞書アプリをインストールして利用する形態がある。CD-ROM や DVD-ROM に辞書を収録した記録メディアは単独で、 ソフトウェアとして販売されている場合もあれば、紙媒体の辞書とセットで販売されている場合もある。英英辞書のオックスフォード現代英英辞典、オルドは第8版2010年と第9版2015年、ロングマン現代英英辞典、ルドッシュは5定番2009年で各々 D D、おのの DVD ロムが付属する書籍版が販売されている。最近ではルドッシュ6定 2014年のように、オンライン版のアクセスキーが付属するものもある。辞書アプリのデベロッパーとしては、イースト、モノ書道、ロゴビスタなどが知られている。アマゾンキンドルや楽天コボなどの電子書籍端末には、辞書機能が付属しており、電子書籍の本文中の文字列を選択することで、選択した箇所のこの定義を調べることができる。アマゾンキンドルには、大事線、 プログレッシブ A は中時点、ニューオックスフォードアメリカンディクショナリー、オックスフォードディクショナリーオブイングリッシュのほか、他言語の辞書も付属していることに加え、A 字ー、メリアムウェブストル、S アドバンストラーナー、S ディクショナリーなど、他の辞書を購入して追加することが可能である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。